おはようございます。レイです。2月7日火曜日の今日は北方領土の日です。1981年に閣議決定されたが、その由来は1855年、旧暦の安政元年12月21日の今日、日露和親条約が締結され、北方四島が日本固有の領土として認められたことから来ております。この日、各地で北方領土返還のための運動が行われます。この北方領土っていうのは、択捉島、国後島、色丹島、歯舞諸島からなりまして、面積は4996平方キロメートルで、沖縄の約2倍強に当たります。江戸時代から日本は北方領土の開発、経営をしていました。日露通行条約により、ロシアとの国境が択捉島とウルップ島との間に確定されました。その後、1875年の樺太・千島交換条約によって、樺太全島を放棄する代わりに、千島列島すべてが日本領となりまして、1905年の日露戦争の勝利により、ポーツマス条約で南樺太も日本領となりました。第二次世界大戦の敗戦により、1951年のサンフランシスコ平和条約で、日本が戦争によって奪った土地の権利・権限等は放棄することとなりまして、千島列島もその中に含まれました。しかし、北方領土は戦争によって獲得した土地ではなく、権限を放棄する千島列島には含まれないんですけれども、ソ連は千島列島の一部であるとして北方領土を占領し、その状態が現在まで続いているんです。そして、ね、制定までの経緯なんですけれども、昭和50年に入りまして、北方領土返還運動の高まりから、青年、婦人、労働の各団体において、北方領土の日制定を求める決議が次々と行われるようになりました。そして1980年には、衆参両院において北方領土の日の設定を含む、北方領土問題の解決促進に関する決議が全会一致で決議されたのをはじめ、全国の都道府県議会や市町村議会、全国知事会、全国市議会議長会、全国市長会、全国町村会などにおいても同様な決議が行われるようになりました。こうしたことを背景に、当時の総務省において、北方領土の日の設定について検討することとし、広く関係各層の意見を聞くために、同年12月、有識者からなる北方領土の日に関する懇談会が開催されました。この懇談会の答申を受け、1981年1月6日に、毎年2月7日を北方領土の日とすることが、閣議了解によって決められました。一方でソ連からの働きかけで発足した日本対外文化協会は直前の2月6日や当日の2月の7日時点でも北方領土の日はソ連への悪感情を育みソ連との友好と親善の関係を害するとして北方領土の日の制定そのものをやめるべきとする反対声明を発表しすぎました。まあこれねかなり昔の話なんですけれどもテレビタックルっていう番組でしたかね。そこにね、出演していた国会議員同士が、この問題に対しての議論が行われていたんです。この時のね、議論でね、一番印象に残ったのは、確かね、大竹誠さんの議員に対しての問いかけでした。北方四島行ってみろ。この問いかけに議論を交わしていた、特に北方四島を返還しろっていうね、この動きが強かった議員から出た答えっていうのが、勉強してまいりますだったんですよ。さすがにね、これにはね、勉強してこなかった私ですら、呆れてしまったことを今でもよく覚えています。まあ現在ね、ロシアはウクライナとの対立の中で泥沼化した戦争が続いています。この両国の問題は、決して他国の問題ではなく、現在の日本にも大きな影響を与えます。明日の日本のことを憂いながら、私にできることって言ったら、このような発言を続け、ほんの数人でもこの問題に関心を持ってくれたなら幸いです。それでは皆さん、今日も良い一日を。